ジャーナリストの安藤優子さんが4日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。石台、石台、三昧と始めた安藤さん。昨日は、とある魚屋さんで石台と味、味を調達したことを報告した。石台のお刺身は、フリルレタス、きゅうり、みょうが、みょうが、朝月つきなどの薬味をたっぷり用意して、 お好みで巻き巻きしていただくようにしました。もちろん、シンプルにわさびとお醤油、醤油も、この美味、おいしいこと、とまず一品を紹介。続けて、塩焼きの身がふっくらとしていて、こちらも絶品。さらに、そしてアジフライは、これまでいただいたアジフライの中でも、断突の金メダル級でした、と感激。 その他は、かまぼことトマトのカルパッチョ仕立て、ステーキ、と次々と料理の写真をアップし、海の幸三昧の食卓を公開し、イヤー素材によってこんなにお料理の味が違うのかと、うなりながらのディナーでした、と綴った。この投稿にはごちそうですね。気もおしゃれ、シャレ、で素敵すぎます。石台のお刺身、たくさんのお野菜と薬味で美味しそう。 どのお料理もよだれが出てしまいそうなほど、こちらもなってしまいました。やっぱり新鮮なお魚は最高、とフォロワーは絶賛だった。